東京ネイルフォーラム2016世界のネイル産業をリードする国際ネイルトレードショー東京ネイルフォーラム2016へようこそお越しいただきました。それではただいまよりこちらのネイルステーションにおきまして NPO 法人日本ネイリスト協会提供によります JNA ジェルネイル技能検定試験中級テクニック講座をお送りしてまいります。どうぞね、若干のスペースもございますので、皆さんどうぞこちらステージの方にお組み合わせください。プロネイリストとしてジェルネイルを施す上で必要とされる技術と知識を問う JNA ジェルネイル技能検定試験、プロとしてサロンワークに必要な専門的知識と技術習得の証であります中級合格テクニックを JNA 常任本部認定講師グランドマスターエデュケーター広田直子の解説と、そして JNA 本部認定講師マスターエデュケーター長谷川園子のデモンストレーションでお送りしてまいります。それではどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。このステージではですね、今ご紹介ありましたようにジェルネイル技能検定試験の中級ということでテクニックの方を細かくご説明していきたいというふうに思います。すでにですねデモを今日してくださいます長谷川さん、それからモデルさんはもうステージの方でスタンバイをしてくださっているんですけれども、スタートするにあたりまして、ここで少しだけもうすでに皆さん、受けられる方に関してはもうすぐですから6月にはすぐに検定試験待っておりますので、検定試験の要項ですね、熟読していただいているのではないかなというふうに思うんですが、ここでスタート前に確認を少しだけしておきたいと思います。中級の方なんですけれども、まず課題です。第一課題から受験をされる方、こちらはネイルケアを施していただきます。ネイルケアの方はですね、片手を5本ですね、ネイルケアをきちんと30分間で施していただくというような流れになります。そして第2課題、もちろん第2課題から受験される方というのもいらっしゃいますが、第2課題の方では、エクステンションですね、ジェルのエクステンションを数種類、施していただくわけですが、まずその前にジェルのオフを皆さんには試験の中でやっていただきます。ジェルオフを行っていただきまして、片手ですね5本、その後、ジェルグラデーション、ジェルのエクステンションクリアスカルプチャーになります。それから、ポリッシュのオフもありますし、ジェルフレンチカラーリングというふうに、こちらの技術をすべて第2課題では85分、以前90分でした、ここ間違いのないようにもう一度控えてください。5分間短縮になっています。85分間で、後半、第2課題の方は技術を行っていただくという流れになりますので、一つ変わった点先にお伝えさせていただきます。で、第1課題からスタートする方、それから第2課題からスタートする方、いずれもスタート前には事前審査というものがあります。この事前審査ですが、テーブルセッティング、消毒の管理ですね、それからモデルさんの爪の状態といった部分を事前審査の中で私たち見させていただきます。で、今、スタートしましたらテーブルの方もご覧いただきますけれども、衛生的に管理がされているテーブルセッティングというのが必要になってきますので、皆さんそこも、今日はしっかりとご覧いただけたらというふうに思います。それから、時間の関係上、ただですね、今日は全体の流れということではなく、何本かはもう技術すでに済ませた状態にさせていただいております。一つ一つの技術をじっくりとポイント注意点を皆さんにご覧いただきながら、今日はお伝えしていきたいなというふうに思いますので、画像をですねこの後写す際に、左右の爪とかがもうすでに、終えている部分があると思うんですけれども、皆さん一つずつの技術今日再確認をしてポイントをつかんで、変えられていただきたいなというふうに思います。では早速ですね、技術の方を、ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
まず一番最初ですね、どんな検定試験でももちろんサロンワークの中でも必要になってくる手指消毒、こちらを必ず行うようにしてください。技術者の手を先に消毒を行います。その後、新たなコットンを手にして、消毒液を吹きかけ、そしてモデルさんの手の消毒ということを行ってください。これも消毒管理の中で必ず必要な技術になりますので、試験の時には忘れないようにお願いします。とても重要なポイントです。では手指消毒終わりましたので、エクステンションの方から入っていきます。課題でも右手の中指、こちらがエクステンションになります。第2課題に入りましてから爪の長さをきちんと整えるようにしてください。本来ですと皆さんは試験会場に入られた際には、赤のポリッシュ、赤のジェルというのが、片手ずつついている状態で会場に入られますので、オフしてケアが終わりましたら今のように第2課題の中で爪の長さを整えてファイリング、サンディングというふうな流れになります。ここまでの流れは大丈夫ですか？第2課題がスタートしましたら手指消毒、爪の長さを整える、そしてサンディングという流れです。そして他の、エクステンション、ジェルのグラデーション、ジェルフレンチというものもありますから、それを施す、爪にも一緒にこの時サンディングを行っておくと時間の短縮、それから効率というところが良くなってくると思います。でこのサンディングのファイルもなんですけれども、使用するファイルですね、皆さんやっぱり一つ一つ気になると思うんですけれども、もちろんモデルさんの爪の状態ですね、爪が薄くなってしまっているなんていうことがあるときに使うグリッド数とそうでないと人っていうのが若干変わる場合がありますので、ここは皆さんが爪のコンディション、モデルさんの爪のコンディションをしっかり見た状態で、グリッド数も選んでいただきたいと思います。長谷川さん、今日はグリッド数は何グリッド使われてますか？まずキューティクル周りは、180グリッドですね。モデルさんの爪がかなり薄いので、180グリッドを使用しています。はい、ありがとうございます。やはり今お話もありましたが、爪の状態ですよね。あまりサンディングですから粗めのものを使用する必要性というのは基本的にはないと思うんですね。この時のサンディングというのは接着を良くしましょうというためのものですから、あまり粗めで爪を傷めるということのないように、かといってツルツルのもう全く削れないような状態のものでは効果が半減してしまいますので、今お話ありましたように爪のコンディションに合わせて180グリッドですとか、200、220とかっていうふうに選んでいかれるのがベストかなというふうに思います。はい、ここも丁寧に行っていませんとサンディングがきちんと行われていないところが、後で例えば縮んでしまったりですとかシンクしてしまったりなんていうことの原因にもなり得ますので、一つ一つの工程は丁寧に行うようにしてください。はい、サンディング終了しましてダストオフが済んだところになります。はい、ここで、きちんとダストオフした上に、きちんと、オイル分を取るという作業を行っていきます。で今日はですね、時間の関係上本来の第一課題のケアですね、こちらは済んだ状態で皆さんにはご覧いただいてます。ジェルのこのステージの中では第一課題を、もう終えた状態でご覧いただいてますが、このジェルのステージの後ですね、今度はジェネックの2級の検定試験の、ステージがあります。そちらの方ではしっかりとこのジェルにも関わってくるケアというものをご覧いただくことになりますので、皆さんこうケアが先に見れたらというところあったかもしれませんが、ここではジェルの工程、そして、次のステージの中でしっかりとケアというものをもう一度再確認をしていただけるといいかなというふうに思います。では今ネイル、右手中指ですねの、ジェルエクステンションクリアスカルプチャーの方に入っていきます。今フォームの装着です。
でこのフォーム装着なんですけど、瀬川さん、例えば、はい、アクリルですね、まあ、例えば、スカルプチャーネイルをする時の、はい、フォームのかけ方と、このようにジェルの時のエクステンションのフォームの装着っていうのは何か違いとか、はい、あえて変えてる部分とかってありますか？はい、アクリルの場合はですね、硬さがありますのでピンチングを入れてもしっかりと、こう絞られていきますので、フォームの時点でそんなに細くは絞らないんですけれども、ジェルの場合はどうしてもピンチが入りにくくなってしまいますので、装着をした状態からなるべくフォームをこう細めに絞って、ピンチが入りやすい状態にしておきます。はい、どうしてもそうですよね。アクリルっていうのはもう科学的に、アプリケーションをした段階から硬化を始めますので、タイミングを見てピンチングって皆さんされること、まあ、要は絞り込んでいく感じですね、形を整えていくという作業ができるんですが、ですので多少フォームを後から修正するというようなことの計算ができるんですけれど、ジェルの場合は、要はライトの中に入れて硬化させるということから、ライトに当てながらピンチをするということが基本的にできないですよね。そうすると最初の段階で仕上がりの形を想定したフォーム付けというのが必要になってきます。ですのでもしかしたら今これから受けようと思っている方、私はもう2級終えてますっていう方は、この長谷川さんがつけたフォームの形状が私がつけているものより少し細いかもって思ってらっしゃる方がいるかもしれないですね。理由としては今お話あったようにピンチの違い、ピンチのタイミングの違いですね、というところでフォームを少し絞り込んで装着するというふうに、されるのがポイントになってきます。はい、ではジェルの、今度はアプリケーションというふうになります。このジェルのアプリケーションも長さを出すというところになりますので、それぞれ技術者によっていろんな手法があると思います。例えばベースをまず今のようにしっかりとナチュラルネイル地爪の上に塗布して、でこの時はですね、今ご覧いただいて分かると思うんです、これもまたモデルさんの爪の状態によるかなというふうに思うんですけれども、基本的にはベースジェルは、本当に密着をよくさせるということになりますので、あまり厚塗りにならないこと、あとのアプリケーションが、しやすいようにということを考えますと、あくまでもベースというのは密着のためのベースというふうに考えられて、塗布をしていただきたいというふうに思います。長谷川さん、このベースの時の注意点とかって何かありますか？はい、キューティクル周りはですね、厚みが出ないように筆を、立たせ気味にして、ここが薄くなるように、はい、ですね、はい、そして表面を塗る時は、少し筆を寝かせながらこのように、圧をかけずに塗るというところを心がけてます。はい、そうですね、ベースに限らないと思うんですけれども、どうしても表面張力といって当然ジェルの場合は流れていきますから、カーブの部分に流れていきますから、サイドに一番最初の塗布の段階で厚塗りしてしまいますと、ライトに入れるまでの時間でサイドが厚くなったりすることがあります。厚みが出てしまうことがありますので、素早く作業をするということと厚塗りになりすぎないというのは、ここではジェル特にポイントになると思います。ではフリーエッジの部分ですね、まずフリーエッジの長さを決めて、先端の形を、ここは厚みというよりは形を整えるというような感じで、長さ出しをしていきます。ここ先ほどお話ししたように、技術者もしくはまあ皆さんもそうだと思うんですけれども、お勉強されてきた状態で若干筆の動かし方とかっていうのは当然違いが出てくると思います。ここで長谷川さんの、筆の動かし方ですとか塗布量ですとかというのをぜひ参考にですね、皆さん見ておいていただきたいなというふうに思うんですけれども、筆の、先端部分ですねを使って厚みを整えながら長さ出しをするということです。でご覧いただいていて分かるのが、あまり触りすぎないというのがポイントになると思ってください。
やっぱりあのジェル触れば触るほど圧がかかればかかるほど形が変わっていってしまいます。当然厚みも変わっていきます。ですのでここは長さを出す、厚みを均一にするということが一番最初の塗布は重要になりますので、あまり先端をきっちり整えようとかっていう意識よりは厚みと長さを出すという意識で、形をまず取っていただきたいと思います。そして2回目の塗布は今度はハイポイントも意識した状態でネイルベッドの中央あたりに一度置き、厚みも調整しながらキューティクル側から、表面を整えていくような形になります。でこのエクステンションなんですけれども、課題では右手の中指に皆さんも実際に試験の時には、行っていただくんですけれども、この時のフリーエッジの長さですね、これは 2,3 ミリ程度となっています。結構試験の時拝見してますと、ちょっと長くないですかっていう方まだまだいらっしゃいます。ですので、陽光の方に書かれていることが全てですから、皆さんも陽光にありますようにエクステンションフリーエッジの長さ、こちらは仕上がり 2,3 ミリ程度というのを、しっかりと守っていただきたいなというふうに思います。でご覧いただいていて分かると思うんですけれども、もうすでにハイポイントですね、一番爪の高さを出す部分、ハイポイントというのもここで意識をした2度目からの塗布っていうのがハイポイントに影響してくると思うんですけれども、ハイポイントも自然な形で、つけていただきたいというふうに思います。それから C カーブですね、これ仕上がりの際にまた皆さん、画像で見ていただきますけれども、 C カーブは中級の場合 10% 程度というのが課題です。ですのでこの 10% という C カーブの方も、ご覧いただくように後ほどですね意識をして皆さんも工程を作っていただきたいと思います。で今ずっと見ていただいていて分かると思うんですが、ピンチですね、よく皆さんから質問されるのは、どのタイミングでピンチをしたらいいんですか、ジェルの場合という質問をされるんですね。で今長谷川さんがされていたのをしっかりご覧いただいたかと思うんですが、塗布をする都度、当然ライトの中に入れます。塗布をしてアプリケーションをしてライトに入れて出した瞬間にピンチを行うというタイミングで行っていただくようにしたいと思います。でペタペタしますのでね、皆さんの爪っていうのが、スカルプチャーネイル、アクリルと比べるとちょっとペタペタ感が嫌かなというふうに思うかもしれませんが、 10% の C カーブ必要ですので、フォームで作ってしまえればそれで結構です。ピンチが必要であればライトから出した瞬間に、調整をしていただきたいなというふうに思います。はい、ここで仕上がりの 2,3 ミリを意識した状態の長さを取った、アプリケーションが終了しています。そして、表面ちょっと見づらいかな、ごめんなさい、そして表面ペタペタしてます、未硬化ジェルが残っていますので、拭き取りを終えましたらば形を取っていくということでファイルをしていきます。こちらもサンディングと同様にですね、ファイルは皆さんのアプリケーション次第でグリッド数が変わってくると思います。で、今日もう表面はですね削る必要がないぐらい完璧に乗っていますので、ハイポイントもきれいに出てますので、アウトラインを整えるときに、グリッド数が若干皆さんと違ったりとかすることがあると思うんですけど、こちらは今何グリッド使われてますか？今はですね240グリットを使用しています。はい、240グリットを、もうちょっともしかしたら皆さんはアウトライン取るときにですね、少し粗めを使われてたりするのかなというふうに思います。これも皆さんのアプリケーション次第でグリッド数が少しずつ変わってくるというものですので、絶対ということではなくて練習の中でグリッド数を決めていかれてたらいいのかなというふうに思いますね。で、アプリケーションも先ほどご覧いただいたようにフォームをつけました。
フリーエッジの形、長さを整えました。ここで1回目のアプリケーションですね。そして2度目はハイポイントを注意しながら載せましたというところで、長谷川さんほぼ2回のアプリケーションですかね今日は、はい、全体には2回のアプリケーションで整えるような状態でしたが、皆さんは2回でなきゃいけないわけではありません。もしハイポイントを作るのに、形を整えるのにもう一度私はコートしたいんですけど、アプリケーションしたいんですけどっていう場合は、回数は決まっているものではありませんので、きちんと厚みが出すぎないように整えていただいて結構です。はい、今日は表面削らなくていけちゃいそうですか？そうですね、はいはい、アウトラインのみで仕上げていきます。はい、今中に、表面削らないのっていう表情の方が数名いらしたんですが、基本的には皆さん表面削っちゃったりしますよね。削りたくなっちゃいますよね。そしてもう一度コートしたくなったりするのが通常だったりしがちなんですが、今ご覧いただいたように、2度とかもしくは3度ぐらいで表面まで整えてしまえると、時間を慌てずに過ぎますし、時間配分というのが少ししやすくなってくると思います。ですので、まあ、目指せ2、3回というところで、ぜひ、表面も削らなくていいように、それは触りすぎないというのもポイントになりますし、どうですかね、何がポイントでしょう、はい、こうなるべく時短をできる方法というのは。そうですね、やっぱり筆使いと、あとモデルさんの指の使い方ですかね、まずキューティクル際から少しずつ指を持ち上げながら、筆の角度をこのように合わせて、先端部分は厚みを取りたいので、もう少し爪を持ち上げるとこのような感じで、爪の丸いフォルムに合わせて筆の角度を変えて、はい、筆を動かすようにしています。はい、この時は、ということは自分の筆の角度もですし、モデルさんの爪の角度も同時に少し変えていくというところですかね。そうですね、はい、この、筆の圧とかっていうのはあえて変えたりしてますか？ハイポイントが欲しいあたりは、刷毛圧を強くしてしまいますとジェルがどうしても流れやすくなってしまいますので、そのあたりはもう本当に触らないで表面を撫でるだけのイメージで動かすようにしています。はい、今皆さんこう画面で見ていただいても、課題はクリアスカルプチャーですから、ジェルのクリアスカルプチャーですから、これがですね、厚みが出すぎてしまうと先端のクリアでなきゃいけない部分が少し濁っちゃったりすることありますよね、厚みで。それはやはり厚すぎてしまったりですとか、それから、今お話がありましたように、圧がかかっている部分とかかっていない部分とのデコボコですね、これで当たっている光がきれいに反射しなくて、きれいなクリア感が出ないというようなことがやはり起こってきますので、ジェルの場合は厚み、アプリケーションの際の圧、今長谷川さんからお話があったように指の動かし方、支え方というのがとても重要になるということをちょっと覚えておいてください。はい、あっという間にですね、課題のスカルプチャーが、ジェルエクステンションスカルプチャーですね、クリアスカルプチャー終了しました。では今度は、続きまして、はい、左手、すでにですね、小指と親指の方はちょっと、事前に終了させていただいてますけれども、人差し指、中指、薬指の3本に、フレンチカラーリングですね、ジェルフレンチカラーリングを施していきたいと思います。こちらも皆さんやはりすごく自分の中では課題だったりするんじゃないかなと思うんですけれども、ホワイトがムラになってしまうですとか、ホワイトが先端に溜まってしまうですとか、それから、そうですね、トップエンド、左右のトップエンドが、均一にならなくてちょっとへの字のような形のホワイトのスマイルラインができてしまうというような方がとてもよく多くですね、見受けられます。こちらの方も今日筆の動かし方、それからモデルさんの爪の長さに対してのホワイトのバランスとかっていうのをぜひしっかりとご覧いただきたいなというふうに思います。で、課題としましては、
フレンチカラーリングの方は、左手5本に筆のみです。何かアート用の筆でとかっていうことではなく、それから何かアイテムを持ち込むっていうことではなく、ジェルの筆、ジェルブラシのみで、左手5本にフレンチカラーリングを施していただきます。でこの際なんですけれども、ベース、今ベースを、塗布してますけれども、ベースはクリア、まず、まあ今はベースジェルですのでクリアになりますけれども、ベースカラーですね、要はピンクになる部分ですけれども、こちらはクリア、もしくはクリアピンクのみというふうにします。で今ちょっと見えてますイエローラインですね、皆さんもご存知のイエローラインというものが、透けて見えすぎてしまわないようにというのが注意点になりますので、しっかりとホワイトの部分でカバーができるようにカラーリングを行っていただきたいと思います。でカラーですけれども、ホワイト、こちらはマットのみを使用してください。マットのみです。例えばパールですとかメタリック感のあるものっていうのは禁止です。そして陽光の中にあります、禁止ですと呼ばれているものは失格に匹敵してきますから、皆さんはここの注意も行ってくださいね。大丈夫かな、分かんないんじゃないかなっていうのを、しっかりとちょっとパールっぽかったりしますと禁止ですから失格というふうに取られていきますのでご注意ください。はい、ベースの方が終了しました。この時の注意点何かありますか？はい、そうですね、まずは、塗った後に少しセルフレベリングをさせる状態にして、表面がこのようにツヤっと綺麗な光が入るかどうかを確認しながら、ライトに入れるようにしています。はい、そうですね、こちらも試験の時拝見してますと、すでにベースの状態で先端に溜まってしまったりですとか、サイドに厚みができてしまう方っていうのがいらして、もうそうなるとこれで硬化をしていくわけですから、あとまでピンクの時もホワイトの時もどうしても厚みがそこに集中してしまうというようになりますので、もう一番最初のベースジェル、ベースコートの部分ですね、ここから均一になるように皆さんはチェックをしてください。どうしてもこのように3本一緒に、もしくは2本ずつ、皆さんのやり方それぞれあると思うんですけれども、1本でさっとライトに入れるっていう時よりも2本3本一度に塗ってからっていう風になりますと、今お話ありましたようにセルフレベリングって言って、自然とジェルがサイドに流れていく力ですね、こちらの方がかかってきますから、サイドに厚みができたり先端に厚みができたりというのがこのジェルの性質ですので、素早く行う、ジェルの量を加減する、それからしっかりと確認をして、もし溜まってしまっているようなところがあれば修正をしてからライトに入れるというところを意識していただきたいと思います。この間にですね、ちょっとテーブルセッティングの方もご覧いただきたいんですが、どうしてもですね、試験中皆さん一番スタートの段階というのはとっても綺麗に整った状態でスタートできるんですが、やっている最中にですね、ジェルのブラシがその辺にコロコロコロっと転がっていたりですとか、汚れたペーパータオル類があっちこっちにポイポイっとされていたりということが多くあります。なるべくジェルってホコリですとかダストが大敵ですから、常に綺麗な状態で、テーブルの上を管理していただきたいです。試験が終わるまで綺麗な状態意識できるといいと思います。はい、では、3本今同じようにツヤが同じように当たっているのを画面でもお分かりいただけると思います。今日ベースはクリアで、つけていただいた感じですかね。はい、はいはい、そしてレンチのホワイトの部分に入ってます。今ちょっと真剣なところなんで質問をしたいところなんですが、さすがに、ホワイトのラインが決まるまでは待ってって感じですか？喋りかけて大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。嫌ですって言いにくいですよね。ここでバランスすごく見ていらっしゃる皆さんが気になる部分だと思うんですが、例えば爪の長さに対してどれぐらいの割合ですとかってありますか？そうですね、幅はモデルさんの爪によって変わるんですが、今日のモデルさんの場合は人差し指のネイルベッドが少し短めになってますので、ラインを細くするとどうしてもイエローラインが出てしまうというのがありますので、はい、その一番短いネイルベッドの指に合わせたラインの太さで、揃えていくようにしています。はい、全く同じ爪の方って人っていないですよね。皆さんいろんなモデルさんで練習したりとかすることあると思うんですが、パーフェクトに10本の、指がまっすぐで爪の長さもネイルベッドの幅長さも一緒ですっていう方っておそらくいらっしゃらなかったんじゃないかな、いらっしゃらないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、今もお話しあったように、人差し指のコンディションって人ってすごく難しくて、爪が下がったりですとか、もしくは薬指とかっていうのはどちらかというと反ってしまったりとかっていう方がとても多かったりします。で、そんな中で今日のモデルさんも人差し指に関しては、ちょっと、短めのベッドになっているのでとかっていうお話が今ありましたけれども、そこに合わせていくという形でどの爪に合わせるかというのを早めに本番のモデルさんとかでは決めていただいて、そこにもちろんフリーエッジの長さも合わせていくようになるでしょうし、カラーリングも合わせていく。特にフレンチカラーリングはそうですね、ホワイトの幅がありますから、なるべく早めに見極めが必要ということになります。で、大体フレンチの場合ですね、ジェルの時もそうですし、通常のポリッシュの時もそうなんですが、これあくまでも目安ですけれど、ネイルベッド全体ですね、爪全体、そうですね、ネイルベッドじゃなくて爪全体のだいたい5分の1程度とかをある程度目安ですがにしてホワイトを塗ってあげれるとバランスは取りやすいかもしれないです。もちろんあくまでも目安です。ですが今日のように、爪の長さ、イエローラインの状態とかによっては、当然その割合というのが少し変わってくるということもありますが、最終的に検定試験等では、例えば、フレンチカラーリングでしたらフレンチカラーリングの全体のバランスが5本整っていていただきたい、フリーエッジがきちんと5本整っていること、それから、フレンチカラーリングのホワイトの幅であったりですとか、トップエンド、左右のトップエンドの場所であったりですとか、ホワイトの厚みですとかというようなチェックポイントがすべてバランスよく1本でも多く整っていていただけると、皆さんの合格は自分の身近になってくるというふうに思ってください。多分皆さんはですね、今長谷川さん全然こう左右トップエンドの部分ですね、トップエンドの部分とかもはみ出しをあまり取ることなくスイスイスイッと塗っていて、あんな風に塗れたらなって思ってる方の方が多いと思うんですけど、しっかりと筆の、動きですとか角度ですとか、支えてる手の方の、角度ですねとかっていうのもご覧いただけたらいいかなというふうに思います。で、これもですね、皆さんもしかしたら、ポリッシュのカラーリングの時に、練習をしていたように、今長谷川さんは、真ん中を決めて自分の方に引くような感じでアーチを描いていきましたけれども、例えば、右から左ですとか左から右ですとかっていう風にアーチを描くという方たくさんいらっしゃると思います。もちろんそれでも構いません。このやり方でなきゃということではないんですが、右から左、左から右っていう時にトップエンドがずれないようにという意識が必要になってきますので、そこが、注意点の一つになってくると思ってください。もうすでに、これもうホワイト一度でいきますか？
二度乗りしていきます。はい、はい。さすがに一度でもいいぐらいに画面上では見えると思うんですけれども、さらにスマイルラインのくっきりさを出したりですとか、若干の、薄いところ、濃いところ、ホワイトのですね、薄いところ、濃淡を調整するという程度でおそらくもうワンコートなりっていうところですかね。はい、そうですね。はい、はい、両方いきますか。もうこちらだけ仕上げました、はい、こちらのグラデーションの方にいきたいと思います、はい、では同時進行で今度は右手の、中指もエクステンションを終えてますので、人差し指と薬指にジェルグラデーションの方を施していただきます。ジェルグラデーションはですね、トータルでやはり4本、右手の4本中指以外ですね、今日は親指と小指の方はもうすでに終了させていただいてます。これもまた技術者によって若干やり方は違うと思うんですけれども、ここじゃポイントを話しながら、いいですか。はい、お話しいただいても。はい、グラデーションはですね、だいたいクリアの部分が、爪の3分の1程度残すということですので、いきなりこの部分から、筆を置いて線がついてしまうといけないので、私の場合はですね、手前から徐々にジェルを薄くしていきながら、この境目のあたりはなるべく筆を立てるようにして、自然とジェルが、色がぼけるようなイメージで筆を使うようにしています。はい、今グラデーションの1度目のアプリケーションということですね。はい、はい、同じようにじゃあ人差し指の方も中央部分ですね、置く位置皆さんしっかりご覧ください。最初爪の先端3分の1ぐらいですかねに、はい、置いていただいて、それを少しずつ調整しながら、奥へ奥へというふうに進んでいきます。この時にラインになりすぎないようにということで、筆の圧ですね、筆の角度、圧というのに注意をしながらぼかしていくようにしてください。でこれやはりですね、皆さん拝見してますと、グラデーションにすることに夢中になってしまって先端の厚みを忘れてしまいがちなんですね。仕上がった時グラデーションは確かに綺麗だなと思うんですけれど、先端部分がちょっと厚くないですかっていう方が多いんですよ。ですのでこの段階で、少しずつ置いたものを量を増やすのではなくて、置いたものを加減しながら、その1本の中でぼかしをするというふうにすると、厚みも調整しながら塗布できるということになります。で、陽光の中にありますが、今ちょっと今日はね、陽光をなくして皆さんお手元でメモを取っていただいたりしているんですけれども、陽光もう一度今日お持ちでない方はご覧いただきたいんですけれど、中級の部分にグラデーションの色の範囲の例ですね、ピンクグラデーションの色の範囲というのが、記載されています。ここで濃すぎるとか薄すぎるとかカラーに関してというのが載っていますので、これが載っているにもかかわらずまだ濃すぎる方、薄すぎる方、それからちょっとピンクかなという方もたくさん見受けられます。ですので、ここにある目安というのをぜひ参考にしていただいて、それに近い状態で仕上げていただきたいなというふうに思います。それとやはりこれも、陽光の中にあるんですけれども、ちょっと画面の方を皆さん見ながらですね、耳だけ聞いていただければいいかなと思うんですけれど、注意点としまして、今はごめんなさい、そうですね、技術の方をちょっと見てからにしましょうか。今ムラが出やすい部分の調整ということですか。そうですね、はいはい、あとはどうしても正面ばかりこう塗っているとサイドの塗り残しが多いことがありますので、その部分は特に注意して、塗り残しがないように確認しながら塗っています。はい、これもなんですけど、夢中になってしまうと左右が
どうしても塗り切れてない塗り残しがあるという方、試験最後の審査の際拝見するときには、私たちは左右もしっかり見せていただいてますので、左右がちょっとムラだったり塗り切れてなかったりということやはり多いですね。ですので指を動かすっていうことは、必要な作業になります。これ忘れずに行ってください。で、同じように圧をかけていても、先ほどからお話を圧をかける同じようなブラシワークをしていてもですね、先ほどからお話ししているように、表面張力といってどうしても左右に流れていく力がありますので、その部分で左右をしっかりチェックして調整してあげないと左右のみが熱くなってしまうということがありますので、よく指動かしながら確認を行ってください。今ライトに入れている間ですけれども、カラージェル、このグラデーションですね、カラージェルにクリアをミックス、混ぜ合わせることは可能です。ちょっと濃いなという時にクリアを混ぜて色の調整をするということは可能です。ただしジェルの、混ぜ合わせというのは第2課題が始まってからにしてください。事前にもうジャーの中で色を混ぜてきちゃうとかっていうことは禁止となりますので、これ注意をしてくださいね。私がやろうと思っているジェル、カラーのピンクは少し濃いめなんだけど、これが一番いい状態なのよねっていう場合であって、クリアを混ぜたいときは第2課題がスタートして、さあジェルを、カラーリングをしましょうという際に混ぜるということを行っていただきたいです。でこちらも先ほどのホワイトと同様に、ピンク系はマットのものを使用してください。パールですとかメタリックのものを使用するというのは禁止になります。それからピンクの重ねですね、今何度かに分けてグラデーション、当然一度ではね、ラインになってしまいますので、何度かに分けてグラデーション完成させていただきますけれど、こちらは何度でも結構です。自分が綺麗なグラデーションになりますというまで時間短縮は測っていただきながら、何度かで行ってください。2度で仕上げてください、3度で仕上げてくださいということではありません。はい、今じゃあ、今度はフレンチの方に戻りまして、2度目のホワイトの方に入っていきます。少しゆっくりご覧いただきますね。ブラシワークの方と圧もちょっと画面とはいえ分かると思うので、しっかり皆さん確認をしてください。今1本終了した段階で皆さん気づかれたかなと思うんですけれども、1度目にある程度もう長谷川さんの場合には形が取れてますので、そこの形を整えていくというような、ブラシワークになってはいるんですけれど、この時ですね、ホワイトをよりくっきりと綺麗なラインにするとするポイントなんですけれど、例えば1度目のラインよりもブラシが手前にあると1度目と2度目の白のラインができるってなんとなく分かりますか？1度目があって、それよりも自分側からホワイトをスタートしてしまうと、1度目が奥にあって、要は白の中で2つのラインができてしまうっていうようなことになると、白がくっきりしてこないんですね。逆も同じです。1度目を超えてしまって2度目をカバーしてしまうと厚みが同じにならないので、どうしてもトップジェルを塗った時とかに綺麗なラインにならないということがあります。ですので今1度目に塗っているところと全く同じ上を塗る意識で塗られると、このホワイトのラインがくっきりしてきますので、ポイントとしてはオーバーしないこと、
それから手前すぎないことというのもフレンチの際にはポイントになるのではないかなと思いますので、ぜひ練習の際にはやっていただけたらいいかなと思います。見づらいですね、ごめんなさい。はい、ほぼもうラインが決まりましたので、瀬川さん、これ2度目の時の注意点ってありますか？はい、今ですね、広田先生がおっしゃったように、2度目は、このスマイラインのくっきりさをより出していきたいので、少しだけ筆を置いたらそこにほんの少しだけジェルがたまりますので、それをライン際に少しずつこう押し出すようなイメージで、はい、そしてこのジェルの立体感を作るように動かしています、はい、これただちょっと注意しないと、はいですね、圧がかかっちゃう可能性があるので、そうですね、もう本当に軽く置く感じ、置く感じです、はいはい、どうしても皆さん置いたところに長い時間置いてしまって掘ってしまったりとか押したくなっちゃったりとかっていうことがあると思いますので、そこを少し注意しながら本当に、置いたところの場所を決めて、ジェルの今量を少しだけ向こうに奥へ行くような感じで、そうですね、今ご覧いただいている感じです。決めたら奥に、決めたら奥に、下に圧をかけるのではなくて向こう側に押すような感じということですね。はい、はい、で中心ずれてる方本当に多いので、姿勢もすごく大事になってくるかなと思います。体の芯がずれていたりしますと首も曲がってしまったりしますので、そういう癖がついてますとどうしてもラインが曲がっちゃったりするんですね。これはフレンチのカラーリングに限りません。フリーエッジを作る時の、ラウンド作りましょうとか、例えばオーバルを作りましょうという時にも体が曲がってしまったり首が曲がってしまったり姿勢が悪かったりっていう形ですと、どうしても本来作りたい形がずれてしまいますので、受験をされる皆さん自身もここからまた数日練習の際気をつけていただきたいですし、今日ここにいらしていただいている方の中にはご指導されている方もたくさんいらっしゃると思いますので、生徒さんですとかの最終の練習の際にですね、体がずれてないか、姿勢悪くないかということも含めてご覧いただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そしてトップジェルというふうになります。トップジェルはなんかもう皆さんほっとしてしまいがちな場面じゃないかというふうに思うんですけれども、長谷川先生、これも多分すごく重要なポイントになってきますね。そうですね、もう本当に最後の仕上がりがこれで決まるというぐらい大事なところですので、はい、どうしてもやっぱり先ほどのこのお話にあったように先端にジェルが溜まってしまいますとこうへこみができてしまったりということがよくあるかと思いますので、そういったへこみが出ないようにですね、表面がきれいにつながるように意識をしてトップジェルを塗るようにしています。はい、トップジェルでやはり多いのは先端に溜まっている、それからもう油断が見えるんですけれど、しっかりとスキンダウンをして拝見しますとトップジェルが両サイドに流れてしまって硬化されているという方多いんですね。ですので皆さんもしっかり塗布の際にはスキンダウンをして、もう本当にしつこくお話ししているようにセルフレベリングで、量が多かったりするとサイドに流れ込んでしまいますので、量の加減、それからスキンダウンをしての、塗布の状態というのをしっかりと確認してから、ライトの中に入れていただきたいと思います。キューティクル側もです。もう本当にあとこれを塗れば終われるって思うとキューティクルの部分に付着しているトップジェルっていうのが本当に多くて、ここでそうですね、ちょっと損をしちゃったりすることが多くありますので、最後まで気を抜かずに、行っていただきたいなというふうに思います。注意点を、今もトップジェルですので注意点をいくつか、お話をしておきたいんですけれども、
第一課題からもし受けられる場合ですね、まあ、そういう方多いと思うんですけれども、インターバルが間に5分間あります。ケアが終わって第二課題に入るまでの、インターバルが5分間ありますけれども、ここでは第一課題の片付け、要はケア用品の片付けですね、それから第二課題の準備というための5分間ですので、例えば第一課題のことをもう一度インターバル中にやってしまうですとか、もしくは第二課題の作業をもうすでに進めてしまうというようなことがないように、十分に注意をしてください。それから注意としましては、 やはり陽光がすべてですよと毎回お話しするんですけれども、第一課題において第二課題において使用してはいけませんよというものを陽光に細かく載せさせていただいてます。それでも持ってきちゃいましたねっていう方が時折いらっしゃいますので、私が準備した材料は持っていっていいものですか、いけないものですかというのを必ず練習の時から確認しながら準備するようにしてください。日頃ケアの時には使っているもので使ってはダメですよっていうような、例えばオイルであったりとかっていうものを持ち込まれると、失格とかの対象になってきますので、そこは注意をお願いしたいと思います。はい、今すでにもう右手のグラデーションと、中指のエクステンションの方にはトップジェルを塗布してライトの中に入っている状態です。で、陽光ですね、陽光の今皆さんお持ちじゃないかもしれませんが、11ページの中には、テーブルセッティングの規定というのが書かれています。で、これは初級というふうに書いてありますが、中級等においてもセッティング等は若干準備するものは変わってきますが、セッティングは一緒ですから、必ず衛生的にタオルの敷き方等も含めて、同じように試験の日にはセッティングができるようにお願いします。結構アレンジしていただいてですね、テーブルを十分にまんべんなく広く使われていらっしゃる方がいるんですけれども、このセッティングの、規定に沿っていきますと、そんなにたくさんのスペースは必要なかったりすると思いますので、そこも注意として、テーブルセッティングというのをやはり行っていただきたいと思います。それから、使用を禁止する用具用材が机の上、テーブルの上に出ていた場合には失格となりますので、先ほど来お話ししているように何が禁止なのかということを、しっかりとチェックをしていただきたいなというふうに思います。それからですね、色調も再度確認をしてい、ただきたいということ、それから重要な部分一つお伝えします。エクステンションとリペアですね、要はリペアについてです。モデルさんが試験ギリギリになって、亀裂が入ってしまいました、どうしてもリペアをしたいんですということが起こってくると思うんですね。そういうことがあると思います。これはエクステンションと、リペアを合わせて2本まではしていただいて結構ですよということです。ただし3本あった場合は減点になります。さらに4本あってしまったら失格になります。分かんないよねと思ってグルーちょっとつけてしまってもいいかなって思われる方いるようですが、試験官それは分かりますので、2本までは、エクステンションそれからリペア合わせて2本までは可能です。必ずここ守っていただきたいと思います。はい、しっかりと先端トップジェルもたまらない状態で、それから先端部分もですね、先端部分もこのように蓋をするようにしてあげないと、持ちが悪くなってしまったり、ライトに入れた瞬間から先端が少し縮むようなことっていうのも起こりえますので、きちんとどのカラーに関しても、ライトに入れる前に、全て塗るべきところが塗られているか、塞ぐべきところが塞がれているかっていうところを確認していただいてからライトに入れるというふうにしていただきたいと思います。今右手の方はもう完成図ですかね、はい、はい。右手は完成で、今拭き取りの方を行っていただいてます。皆さんが使われる
ジェルの状態によっても当然また筆の扱いとかっていうのも変わってくることがあると思いますので、これは皆さんの使われるジェルの硬さですとか、その俗に言うテクスチャーですね、硬さとかをチェックしながら筆の圧というのも変えていただく工夫が必要になってくると思います。はい、じゃあ今、こちらの方右手ですね、右手の完成をちょっと揃えた状態で見ていただきたいと思います。はい、揃った状態でご覧いただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、こちら右手の中指が、ジェルエクステンションクリアスカルプチャーになります。そして、残りの4本ですね、中指以外の4本が規定のピンクのグラデーションでの仕上がりというふうになります。あのグラデーションの部分ですね、ラインになってないのがご覧いただけると思います。厚みもまたちょっと近くでご覧いただけるかなと思うんですけれども、今の段階で厚みも先端にたまったりですとか左右にたまったりということがないのがご覧いただけると思います。モデルさんごめんなさい、ちょっと先端の方をカメラに向けていただいて C カーブ 10% というのを皆さんにご覧いただいて、あのモデルさんの爪自体がですね、基本的にほぼ 10% に整えてあるような状態なんですけれども、エクステンションのクリアスカルプチャーがほぼ同じように 10% にきれいに揃っているのをご覧いただけますか。これなかなか皆さん、ね、先端からって本当に見ることが少ないと思いますので、しっかりご覧ください。この状態から見るとハイポイントの位置もきれいに揃っているのもご覧いただけるんじゃないかと思います。はい、では左手の方のフレンチカラーリング5本ですね。こちらもまずトップエンド左右ですね、にっこり笑っている状態のトップエンドが左右同じ場所にあるのがご覧いただけると思います。それからスマイルのアーチですね、アーチもほぼ同じ状態でにっこり笑ってます。そしてスマイルのラインの部分ですね、ラインもちょっとずれていたりすると透けてしまったり、その透けがグレーに見えてしまったりするんですが、しっかりと重なってますので白がしっかりくっきり出ているのがご覧いただけます。それから先端部分も厚みがない状態、光が当たっている状態を見ていただけると均一である、同じように光当たっていると思うんですね。ですので同じであるのがご覧いただけると思います。こちらもちょっと先端いいですか。先端から見ていただきますと厚みが均一であること、それからハイポイントの位置もこの先端からでもご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、キューティクル側もトップジェルがはみ出すことなくきれいにラインが揃っているのもご覧いただけると思います。5本揃った状態で、じゃあ、モデルさん両手を重ねるような感じで、これがジェル中級の仕上がりの状態というふうになります。はい、しっかりと一つずつの工程をですね、ゆっくりご覧いただきました。ポイントも長谷川さんの方から、お伝えいただいたりということで、皆さんちょっと注意しなきゃいけない点が今日、ご理解いただけたのかなというふうに思います。この後あのモデルさんには皆さんのお近くでというふうに、ご覧いただいたりできますので、ぜひしっかり近くでご覧になってください。で先ほどお話ししましたけれども、この後のステージで、ジェネック2級の検定試験、ケアとっても重要です。ジェルの方で今、終了した状態からスタートしましたので、皆さんは第一課題の方特にですけれども、普通のケアとしても重要なものになりますので、この後のステージでぜひケアの方をご覧いただきたいなというふうに思います。長谷川さん、それからモデルさんもお疲れ様でした。はい、これで終了させていただきます。ありがとうございました。